今回は元卓球選手の四元奈生さんをご紹介します。四元さんは東京都立川市出身、1978年9月21日生まれ、身長150センチ、体重非公開、スリーサイズ非公開ですが、バストは推定 B から C カップと思われます。クリッとした可愛い瞳と柔らかそうな頬、シャープな顎のラインのバランスが絶妙な可愛い系美人アスリートの四元さん。顔の印象にマッチしたミディアムレングスのヘアスタイルもハマっていて、とてもキュートです。肌も白く、しっとりとした雰囲気で色気もありますし、アイメイクによって美しくも可愛くも妖艶にもなる四元さんは、卓球界のジャンヌダルクと呼ばれています。四元さんといえば、なんといってもユニフォームが印象的。卓球に注目度をという思いから、スタイリストをつけてカラフルで可愛いユニフォームを身にまとって奮闘する姿は、卓球を人気スポーツにするための素地を作ったと言ってもいいでしょう。肩丸出しのユニフォームなどアバンギャルドでセクシーなユニフォームもあり、ワイドショーなどでも特集が組まれるほどの人気でした。時には自らデザインすることもあるなど、ファッションセンスも高く、おしゃれなところも魅力の一つです。小柄でスレンダーな四元さん、程よい膨らみのあるバストやヒップがユニフォームからチラ見えする姿は何とも言えずセクシーでした。インターネット上では、そういったチラ見えのまとめサイトなどもいくつかヒットしますので、ぜひチェックしてみてください。そんな四元さん、現在はホリプロに所属し、メディア活動を展開中です。現役時代を含めて、これまでに2枚の DVD と1冊の写真集をリリースしています。おすすめはファースト DVD であるビューティーシェイクハンドです。現役だったため試合映像もありつつ、セクシーな衣装を数パターン着こなした競技外でのコスチュームが見られます。個人的にはサングラスに黒の露出度高めのコスチュームを着た女王様風の四元さんがハードセクシーでお気に入りです。四元さんは家族の影響で小学1年生から卓球を始め、中学1年生で全国優勝を経験、以降はトップ選手として活躍し、大学卒業後はプロに転向しました。有限会社スポーツスタジオエントリーナオミを立ち上げ、実施がマネージャーを担当するなど、早くからビジネスとしてのプロスポーツ選手に高い意識を持って活動していた点は目を見張りますね。2004年の中国リーグ参戦などの果敢な競技活動も見せつつ、ユニフォームやセクシーさ、可愛さや美しさでも見せた四元さん。2011年にはビーチバレー選手の井上真也さんと結婚、一児の母となりました。公式ブログではお仕事の近況を中心に書き込みがされていますので、現在も精力的に活動されていることが確認できますが、今後も四元さんを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。